ソユーズ16号は1974年に行われたソビエト連邦とアメリカ合衆国共同の有人宇宙飛行である。二人のソビエト人乗組員がドッキングリング他のシステムの試験を行った。ソユーズ16号は7ヶ月後のアポロソユーズテスト計画の最後のリハーサル、最後の有人ミッションとなった。冷戦のライバルであるソビエト連邦と アメリカ合衆国は1960年代と1970年代にいくつかの戦略兵器削減交渉の条約に調印し1970年代初めにはデタントの時代に入った1972年にはこの雪解けの象徴として共同での有人宇宙飛行を実施するという条約が調印された共同宇宙飛行の当初のコンセプトはソユーズを スカイラブにまたはアポロをサルートにドッキングさせるというものだった。1974年にアメリカ合衆国がスカイラブを廃止するとアポロがサルートにドッキングする選択肢しかないと見られていたがソビエト連邦がこのミッションのための汎用ドッキングアダプタを開発しサルートのミッションの詳細を公表するまで公式には伏せられていた。 アポロソユーズテスト計画の3度の無人試験飛行が行われ、1974年4月3日に、コスモス638号、同年5月15日に、コスモス6 5人号、同年8月12日に、コスモス672号が打ち上げられた。これら3機とソユーズ16号は、改良型のソユーズ U で打ち上げられた。先例のない動きの中、 ソビエト連邦の担当者は公表しないことを条件に発射時間を通告することを NASA に申し出たが NASA の担当者はこれを拒否したため NASA が発射を知らされたのは1974年12月2日の打ち上げの2時間後となった飛行中アナトリーとニコライは2 0ラムのアメリカ側のドッキングリングを模してアポロソユーズテスト計画で用いられる ドッキングシステムの試験を行った。また、改良された環境システム、新しい太陽電池パネルや制御システム、新しいレーダードッキングシステム等の試験も行った。アポロからの乗り換え時間を2時間から1時間に短縮するため、気圧を 760mm から 560mm に減らし、酸素濃度を20%から40%に上昇させる試験も行われた。 12月7日、緊急時の試験のため、ドッキングリングは分離ボルトと共に投記された。12月8日、宇宙船はアルカルイク近郊に着陸し、完全な成功を収めたと称えられた。約6日間のミッション期間は、アポロソユーズテスト計画の予定された期間と10分間も違わなかった。ありがとうございます。